ようこそ。歴レポチャンネルの風千代です。いろんな歴史を紹介するよ。チャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。今回は事件シリーズ、ギューズニャンブイコールバイシュンツです。それではタイムスリップ。1965年日韓制空権協定にて、慰安婦も完全かつ最終的に解決となっているのでこれで終わりのはず。しかし韓国は賠償請求のおかわりを要求しているの。でもね、そもそも請求すること自体がおかしいのね。なぜなら戦後 GHQ により禁止されるまで日本には交渉制度があり、ある一定の条件下で売春は合法であったから。現在のモラルや法律に照らし合わせて問題視することも論外だから。全く状況、法律自体も違うってことを前提としなければね。そもそも、慰安婦問題を飯の種にしてる市民団体もあるのよ。だから、解決してほしくないのよ。一部の韓国人にはね。その民間団体は、慰安婦への寄付金などを横領していると告発されてるみたい。2015年12月に締結された日韓合意で、日本は創造に10億円なし、生存していた47人の元慰安婦のうち、34人は、日本からの支援金を受領したのよね。で、文在寅大統領は、心からの誠意ある謝罪がないと 100% 癒すことは、できない的な意味不明な理由から、勝手に合意破棄した。ところで、ギューズニャンプなる言葉は、戦後できた言葉で、当時なかったって知ってた。当時、売春できる慰安所なるものは、スルチビと呼ばれる居酒屋風の店、カルボチビという慰安所があった。これが、日本軍の駐留場所近くに必ずあったみたい。当然第二次世界大戦時も、戦場が東南アジアに広がるにつれて、こういった慰安所はついて回ってたってこと。で、肝心な交渉たちはどうやって集められたかというと、新聞の広告が現存している。別にこそこそする必要はない。広報だから。1913年585人いた交渉は、1919年には1314人に増加している。日本の交渉制度は登録義務があり、登録さえしておけば合法的に商売できる。ただし、内地日本では18歳未満、外地朝鮮では17歳未満は登録できないため、非合法となる。1918年のソウルでは、13歳の少女が未成年ということで検挙されている記事があるので、それなりに取り締まりされているみたいなのよ。そういった店に、主に女性を斡旋するゼゲンと呼ばれる朝鮮人の仲介業者がいたみたい。彼らは、1910年代、甘い誘い文句で騙した女性を妻として売り飛ばしたり、お金がない親が娘を売ったりする事例も多かった。1930年代になると、出口が過激になり、誘拐とかして売り飛ばしていたみたいだ。韓国の慰安婦たちは、主に、この手の犯罪に巻き込まれた被害者だと推測される。しかし、これらの手口はもちろん、当時でも非合法であり、犯罪であることに間違いはない。また、戦争を慰安婦にするといった軍律違反を犯したことも実際あったかもしれない。これも犯罪であって、日本政府が主導したわけではない。したがって、日本政府が今戦争犯罪として非難される筋合いはないし、ましてや、賠償を支払わないといけないこともない。ちなみに、朝日新聞が戦後記事にした20万人の朝鮮人女性を強制連行したというのは嘘で、ファンタジーだったことが証明されている。そもそも、20万もの女性が強制連行されたとしたら、その時、朝鮮人男性諸君は一体何をしていたのかって疑問にならない。ありえないよ、マジで。それに、当時朝鮮総督府の警察組織には多くの朝鮮人が配属されていた。それ以外の政府組織にも多くの朝鮮人が役人として勤務していたんだ。同胞を見殺しにした彼らは非難されないのかってことになるよ、普通。残念ながら、日本だけではなく、戦争の周辺では、少なからずこのような性犯罪は発生している。ベトナム戦争に参戦した韓国軍が、現地ベトナム人を虐殺し、
性犯罪を犯したことは有名な話。その結果、韓国人とベトナム人の混血児が生まれ、彼らは来来犯と差別され、国際問題に発展している。その数ははっきりとは判明していないが、産経新聞では500万人とされている。慰安婦と来来犯は根本的に全く異なる。慰安婦は当時合法な存在であったということ。しかし、来来犯はベトナム人への虐殺及び強姦という戦争犯罪の結果であるということ。残念ながら、韓国政府は未だにこの戦争犯罪を謝罪していない。日本にはいつも謝罪を求めるくせに。また、パククンヘ大統領の時に話題になったアメリカ軍人専用慰安婦設置問題もある。これは慰安婦で合法だから問題ないのね。朝鮮戦争当時、駐留するアメリカ人専用の慰安所、当時の韓国政府公認で設置し、外貨を稼いでいたとっていうスキャンダルなんだけど、当時の大統領は、パククンヘのパパ、パクホミ大統領でした。彼が、慰安所設置の書類にサインしてるのが残ってる。日本を非難するどころか、完全に模倣して国を挙げて商売していた人たちが、よく日本を非難できるなぁと感心してしまうね。併合時代、慰安婦と呼ばれた人たちの中で、そうなった経緯はいろいろあると思う。犯罪に巻き込まれて無理やりそうなった方もいるだろう。しかし、それは日本政府とは関係ない別問題だ。慰安婦とは、売春婦であることは間違いなく、それ以上でもそれ以下でもない。どうだった？歴史って本当に面白いね。せっかくだから、あなたの疑問や面白い説なんかコメントください。みんなで真実にたどり着けると楽しいよね。ご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。ではではまたね。